ビバント考察、最終回は、坂井正人のぎが役所工事べきを葬る。福沢監督が大ファン、スターウォーズとのシンクロ、ハンソロが安倍博士、中ばっかはドラム。9月10日夜9時3 9, 9時主演の連続ドラマ、ビバント TBSK の第9話が放送される。9月3日には第8話が放送され、 世帯平均視聴率が14.9%。ビデオリサーチ調べ、関東地区と。前回から0.8ポイントアップの好調で、番組最高を更新。視聴者の考察もますます加熱している。第7話でテントの取引に潜入し、テントのナンバーに残る、二宮和成40を捉えたと,ころという衝撃の行動に出たのぎ、境。 第8話では、テントのリーダーべき役所工事67と40年越しの再会を果たし、DNA 鑑定で息子だということが判明。べきは乃木を利用することに決め、というテンの裏帳簿を変え、X、ツイッター、上の考察で一番多いのは、乃木は裏切っていないと思う。10グラムまでの誤差ならわかるから、 二発目は銃弾が入っていないと分かっていて撃ったなど、乃木は別班から寝返っていないというもの。クロス、松坂通り、34を撃つよう命じられたが、ノコルが入れ替えた銃でクロスを撃ち損じていた。しかし、それはわざとなのではというのだ。 乃木は第1話から手に持ったものの重さを正確に測る能力を披露していて、養護施設での米の横流し不正を暴いた。その乃木なら視聴者の指摘にあるように、玉の残数を測るのも容易なはず。さらに、乃木は銃の名手と言われていて、至近距離での発砲を外すのも不自然だ。別班としてテントに侵入した乃木は、 やはりテントの壊滅が目的なのだろうか